はい、皆さんこんにちは、生まれは愛知、はい、東京で就職、そこから ＤＡＳＨ 村と農家を経験して2年前に長野から北海道に移住してきた新人島民、自然大好き農村ジャックです。よろしくお願いします。はい、私が、ドサンコで大都会に出たら、メンタル病んで U ターンしました、生きてるだけで丸儲けがモットーのノグリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星のすめコンテンツ、すべてのクリエイターたちに捧ぐ中二病全開アニメ、リクリエイター、すべてはマルチバース化するっていうお話をしたいと思います。これ初めて聞きましたね。ですね、アニメなんですけど、リクリエイターズ。はいはい、で、Amazon プライムで相変わらず無料で見れると。はいはいはい。で、ウォッチリストに入ってたんですよね。で、映画と違ってアニメはね、25分ぐらいなんで、まあ、ちょっとした時に見ようと思って登録しておいて、はい、でこの原作の方がね、ヒロエ・レイさんっていう方で漫画家なんですけど、この人がね、私好きなんですよ。あのブラック・ラグーンっていう漫画を書いてまして、あ、タイトルは聞いたことあります、ね。はい、結構ねハードボイルドな、はい、ちなみにブラック・ラグーンは、うんうん、なんていうんですかね、すごいカオスだった時期のバンコクとかのマフィアたちの争いみたいなところを描いた漫画で、ちょっと時代は昔な感じですか？そうですね、はい、マフィア、麻薬とかがすごいはびこってるような、かなり昔の、まだ先進国みたいになる前のバンコク、はい、それが結構人気あるんですよね。でそのヒロエ・レイさんが、で今そのブラックラグーン結構更新止まってるんですけど、はい、でファンの人からツイッターとかで、早く続き書いてくれみたいなことを書かれると、うるせえなみたいなことを返すんですよ。それを見てて結構荒っぽい人だなとか思って、結構好きだったんですけど、でなんで、あ、この人がそのリクリエイターズをたまに宣伝してたんで、お、じゃあ見てみようと思って登録してて、で、はい、まあ、ちょっとねご飯食べてる時とかちょっとした時に見ようと思って流し始めたら、意外に面白くてハマってしまい、ずっとね、全22話かな、ほぼ一気見してしまったんですけど。あ、長いな、ワンシーズンで22話ってすごいですね。まあ、ツークール の, シナリオ、ストーリーに合わせて数を減らしたっていう作り方らしいです。だから本当は24とかなのかな、あ、24か26なんだけど、それをストーリーがちゃんと流れるように削って特番を入れて22話で終わるように作ったらしいです。これが何が面白いのかというと、まあ、あらすじがですね、はい、もうね、クリエイターと中二にドストライクのぶっ刺さるアニメなんですね。はい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 。いろんなアニメやら漫画やら小説、うん、そういった創作物が、主人公たちのキャラクターが現代に召喚されて、はい、まあ、バトルするみたいなのが大雑把なあらすじなんですよ。はい、じゃあもういろんな世界観のキャラクターが同じ世界に集合するっていう。はい、そうです。一応のこのアニメの主人公はもう何の変哲もない、ただのイラストを描くのが好きな男子学生が主人公なんですね。でいきなり異世界に召喚されたと思ったら、そこで自分の好きだった、あれなんだな、アニメかなんかのキャラクターがいきなり戦っている。なんだここはって言って現代に戻ってきたと思ったら、そこのキャラクターが現代に来ちゃった。なんだなんだって感じになるんですけど、その、まあ、よくあるファンタジー世界の主人公の、その場合そこでヒロインかと、はい、あとはその魔女っ子世界のマジカルマミカだったっけなとかあとはそのスタンドみたいな能力で戦う、はい、ライバル役だったり、ハードボイルドの刑事物みたいなサイコパスみたいなやつかな、主人公とか、あとは、もう果てはそのギャルゲーの主人公とかまでが現代に召喚されて、で本人たちもちゃんとね人格を持ってるんです。面白いのが、はいはいはい、でどうやらここは自分たちの創作物が生まれた神様のいる世界なんだって認識を持つんですよね。だから一体これは何で起きてるのかよくわからないような状況、うん、でそこに謎の敵キャラの女の子がいて、はい、どうやら襲ってくるから戦わなきゃいけないんだっていうふうになると、うんうんうん、でその自分の作者に会いに行くわけですよ、キャラクターたちが、
それもすごいな。はい、で最初のヒロインとかはその作者はおっさんなわけですよ、はい、40ぐらいのおっさんでもう体が痛いみたいなこと言って、はい、こんな人が私の作者だったなんて、ね、はいはい、まあ、そもそも最初は自分たちがあの物語のキャラクターだってわからないわけですよ、うん、なるほど、そうですね、自分たちの自覚がなくて、はいはいはい、でも うんうん、この物語の君は主人公なんだその少年から言われて、そんなと思ってみると、はい、まさかそうだったなんて、うんうん、創造主たちのクリエイターたちの世界なんだここはということが分かると。はい。でその作者との掛け合いが結構面白くて、はい、大体やっぱり物語の主人公っていうのはひどい運命を背負わされてるじゃないですか。なるほど。だからなんであんな物語を書いたら書き換えなさい幸せなハッピーエンドにみたいなことを責めるんですけど、はい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 、そこでクリエイターたちのクリエイター魂がちゃんと出てくるわけですよね。いや、そんなことをしちゃ意味がないと、うんうん、読者たちに面白いものを届けるために我々はやっている、そんなご都合主義な世界を作ったって誰も喜ばないよみたいな、うんうん、主人公じゃ、クリエイター側の論理が出てきて、すごいそれを一回でもなんか物語とか絵とかキャラクターとかを作ったことがある人ならすごい、ね、納得するんですよ。確かに、うん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 、どこにでもあるよね、凡人を描いたらしょうがない、はい、いろんな苦難が降りかかってそれを跳ねのけていくその姿がかっこいいんだと、うんうんうん、それが読者たちに勇気を与えるんだみたいなことを言って、でそんな中で、いろんな世界の主人公たちが来ちゃうんで、その敵の謎の女の子の目的は何かというと、いろんなこの世界を衝突させて全てを無に返すみたいなね、最近よくあるようなその全ては世界を崩壊させることが目的だっていうのが分かると、はい、でもちろんその途中にはその敵味方陣営に分かれて、敵のあの魔女っ子と味方のファンタジーヒロインが戦うみたいなこともあったりして、でそのなんでその謎の女の子は世界を滅ぼそうとしているのかというと、まあ、この辺ちょっとネタバレになってしまいますけど、その女の子の作者がネットとかで中傷を受けて死んでしまった、はい、自殺してしまった、だから世界に恨みを持っていてこんな世界をなくしてしまえと、うんうんうん、だからめちゃくちゃ強いんですよね、そういう負のエネルギーを、はいはい、ダークサイドのパワーがすごいです、ね、そうです、闇落ちしてしまったので、はいはいはい、そこに主人公たちの、主人公パワーで立ち向かうわけですよ、で面白かったのが、はい、現実世界に出てくる当然現実の災害になるわけですね、必殺技とかヒーローたちが使うとビルが壊れて怪我人が出るみたいなのがあって、そこにあの軍、はい、国も介入してくるんですよ、はいはいはい、だからあなたたちその物語の主人公なんて言ったらいいな、あの被造物って呼んでましたけど、はい、被造物は国の管理下において、勝手なことしちゃダメですよと、うんうんうん、でその協力的な主人公があのキャラクターと、そんなのには縛られたくないやつらが出てきたり、うんうん、で、最終的になんとか敵を倒さなきゃいけないんだけど、その、はい、作者側はクリエイターたちは都合よくなんか新しい必殺技とか作ってめっちゃ強くしようとするんですよ、はいはいはい、でもただ設定だけ付け加えても実際には強くならない、うん、なんでだろうって考えると、その読者たち、はい、視聴者たちがそれを認めないと力を手に入れられない、うん、作者だけの力では新しい設定付け加えられないんですよね。なのでそのパワーアップさせるためにあの政府の機関と協力して、はいはい、コミケを開くんですよ、コミケっていうイベントをその大衆の何て言うんですか、こう人気を得るためにみたいな感じなんですか。そうです、埼玉アリーナかなんかなんかな、で、はい、そのいろんなキャラクターが同じ場所で敵と戦うみたいな特別イベントをやって、それでいかにもそういうパロディの世界観がそこにありますよっていうのを実現化させて、そこで新しい能力を使えるようにするみたいな、まあいわばクールジャパンですね。おそらく本当はこの作った人はクールジャパンにこういうのを求めてたのかなみたいなちょっと思ったりして、ああなるほどなるほど、というような感じで、すごいねこの中二病の心にぶっ刺さるんですよ。あ、これあったよな、うん、で、例えばギャルゲーの主人公が召喚されたところで何の戦力にもならないじゃん、はい、みたいなことになんか思ったら、任しとけよそこは俺の
なんか、アイデアでとか言って、作者が、その魔女っ子、魔女っ子じゃないな、ギャルゲーの主人公を変身して超絶強くなる平行世界を作ったりして戦うみたいな。はい、うんうん、これはね、クリエイティブ的なことをやったことない人、みんな見た方がいいですね。結構ね、熱いんですよ、これね、展開的に。何回か泣きました、僕。わ、それわかるわ、と思って。で、中には、その敵に味方するキャラクターもいるんですけど、それはおっさんなんですけど、その作者がすごい悲劇的な物語を書くからなんですよね、はい、だからその化け物になってしまった自分の娘を倒さなきゃいけない、うん、そんな世界を作る作者なんかには絶対味方しねえぞって、うん、で復讐に来るんですよ、作者に対して、はい、でもそこで作者は聞かないわけですよね、うん、なんであんなひどい物語を作ったんだ、うん、そりゃその方が面白い物語になると思ったからや、うんうんうん、そこにそのクリエイターのプライドが出てくるわけですよ、うん、なるほど、確かに、うんうんうん、でこれ最終的に、その悲劇的な死を遂げてしまった作者と、はいはい、うん、それによって闇落ちしてしまったキャラクターとの関係みたいなのがね描かれて、その自分が作った側と作られた側の関係みたいなのがうまく描かれているアニメなんで非常におすすめです。で、これで、はい、思ったのがですね、これと同時に日暮らしの泣くコロニーっていうね、はい、アニメもちょっと見始めていて、あれ何作もありません？そうなんですよ。もうあの辺ちょっとよくわかんないですよね、はいはいはい、原作はご存知ないですかね、やったことないですか、ゲームなんですけど、はい、ゲームでそれは知ってました、あの龍騎士、はい、07、はい、かな、はい、ですよね、はい、やったことないですか、やったことありますか、はないんですよね、ああ、なるほど、はい、あれとね結構共通する部分っていうのが、はい、最近で言うとあのハリウッドかな、あの スパイダーマンのマルチバース、スパイダーバースか、スパイダーバースですね、あれは僕3回ぐらい見ましたね、はい、ああそうですか、はい、まあ、ああいう感じで、うん、アベンジャーズもそうですけど、うん、そうですね、あ、だからもうアベンジャーズですよね、アニメ版というか、いや、日本版のアベンジャーズ、うん、そうですね、だからなんかもう一個の世界観で物語が完結する時代は過ぎてしまって、いろんな平行世界が共存するマルチバース化しているような作品が生まれてくる時代になったんだなと思いました、うんうんうん、で、日暮らしの泣く頃で言うと、あれは、まあ、なんていうんですかね、平行世界を何回も繰り返しながら、ハッピーエンドを目指すような話なんですよね。だから、まあ、同じようなことやってるけど、ちょっと違うんだなっていうのが何個かあって、平行世界みたいなんですね。で、そこまでだったんですけど、最近またその続編で、もう一個平行世界が生まれてきてて、あ、またここに来てまた新しいの出てきたなと思って、見てるんですけど。あ、それは結構最近、なんていうんですか、新作として出たってことなんですか、アニメで今も続いている日暮らしの泣く頃に号ってやつですね、おまだ20何話ぐらいでもうちょっと続くみたいですけ ど、なるほど、それは私は原作をやったんで、はい、アニメはその原作にのっとったストーリーになってて、ああなるほどね、こういう風かと思ってたんですけど、うんうん、それにないストーリーが出てきていて、なるほど、おあ、まあ、どんどんマルチバース化して、こう、なんですかね、見る側としてはメタ的な視点で、見るようなものが求められているなっていうので、実感しました。ついに日本もそういうマルチバース的な作り方というか、まあ、多分、最初はもうアベンジャーズぐらいからですよね、きっと。いや、おそらくですね、アベンジャーズがもともとあった日本のその平行世界観を持ってったんじゃないかなと思いますね。アベンジャーズどれぐらいから始まってましたっけ、アベンジャーズ自体は。分かりますか、アベンジャーズ自体は、もともとはそのキャプテンアメリカとか一個一個の作品でしたよね。そうです、そうですね、最初は本当に、マーベルコミックというかマーベルスタジオの中のキャプテンアメリカとか、うん、アイアンマンとかが出てきて、はい、でそこから合流し始めましたからね。そう、合流し、まあ、アベンジャーズ始めた、はいはい、タイミングっていつぐらいか覚えてます、はい、でももう10年とかなんじゃないですか、きっと。あ、ですよね、10年ぐらいかなと思ってたんですけど、はい、その、例えば日暮らしとかの平行世界を描いたアニメとかってもうちょっと前からなんですよ、はい、
ああ、なるほど。だから私なんかは解釈だと日本のこういうアニメとか漫画的な流れを持ってって取り入れたんじゃないかなと思ってるんですけど。ああ、なるほど。まあ確かにその辺は結構、うん、日本のそういうアニメ文化みたいなのがハリウッドに持ち込まれて、それがまた日本に来てみたいな感じで、結構その辺はありそうですもんね。そうですね。うん、これからどんどんその神様の視点になってマルチバース化していってるんで、さらにその先の世界どうなるのかなっていうのをね、想像しちゃいますね。あ、楽しみですね。結構最初のうちはアベンジャーズも本当私も楽しみで見てたんですけど、もう、はい、前回のアベンジャーズシリーズでちょっと一段落して、アイアンマン死んでみたいな感じで、ちょっと多分次からまた新しい、うん、こうシナリオ展開が来ると思うんですけど、うん、ちょっともう次からいいかなって正直自分の中ではちょっと思ってるんですよね、うん、もうだんだん追いつくのがもうしんどくなってきてて確かにアベンジャーズ、はいはい、私も一応エンドゲームまで見ましたけど、最後のなんですかね、はい、ループして時間をやり直すとか完全に日本っぽいじゃないですか。はい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 、はいね、非常にだから日本初なんじゃないかなと思ってるんで。なるほど、ちょっと今後楽しみですね。ちなみに私はあれ、スパイダーバースはめちゃくちゃ面白く感じたので、なんか、はい、評価高いですね。はい、続編制作発表されてるんで、次回作はすごい楽しみにしてます。ああ、なるほど。ちょっと私もじゃあチャンスがあったら見てみたいですね。はい、ああ、ぜひそうですね。ネットフリックスでは見れますね。なるほど。はい、あれはお話的なその、ジャックさんが今言ったみたいに、こう一つの世界にいろんな他の世界から別のスパイダーマンがやってくるっていうのはまあ同じ作りなんですけど、そのフル CG アニメなので、その見せ方がやっぱ CG 独特の、うん、面白い見せ方なので、その映像表現っていう部分でも非常にスパイダーバースは面白かったので。なるほど、はい、機会があればぜひ。はい、最後にこのレクリエイターズでね、一番良かったなってセリフがありまして、で結局その作品のキャラクターたちは創造主である作者神様に会えたわけです、はい、で、最初はねもっといいストーリーに書き換えてよみたいな気持ちを持ってくるんですけど、うん、その作者の気持ちを知ると、うん、変えなくてもいい、今のままでいい、ただ私の世界にコーヒーを追加してくださいみたいなことって書いてますよね。でかっこいいなと思うんですが、それをね端的に表したセリフとして、はい、創造主っていうのは運命に人格を与えただけだセリフがある、うん、なるほど。だから彼女たちがたとえ作られた作品のキャラクターであったとしても、それは自分の人生として生きていく、それを都合よく自分の、望む方向に書き換えてもらうことは必要ないというところがね、うん、なるほど、なんかプライド、教授ってやつですね、うん、作者の教授でありキャラクターとしても、で本当にごく一部のクリエイターさんはキャラクターが勝手に動くと思って作ってるわけですよ、実際に自分の想像の外で、その辺がね非常に